年明けましておめでとうございます。モブキャラ伝説モブピです。本日は皆さんにご報告があり動画を回しております。私鈴木モブ、新しく家族が増えました。はい、ちょっとこれ言うかどうか迷ったんですけども、皆さんには全てを知っていてほしいということで、家族が増えたことをご報告させていただきます。そしてこの動画でちょっともう紹介してしまおうかなと思います。性別で言うと男性になります。そしてもうすでに同居しております。はい、それでは行ってみたいと思います。お願いします。サイベリアンちゃんが仲間になりました。嫌がってる。あー、坊ちゃんダメな、呼びたいの、呼びたいの、呼びたいな。イエーイ、坊ちゃんおいで、坊ちゃんおいで。4ヶ月の赤ちゃんがお家に来ました。元気すぎてずっと走り回ってるんですけど、眠たくなるとめちゃくちゃ甘えたんさんになります。あっち向いて、可愛い顔見せて、可愛い顔、顔可愛い顔見せて。ほらこれ You Like 漏れるアプリやから大丈夫。どうしたん？ということでですね、モブピは新しくサイベリアンちゃん男性をお家に迎えて、これからは、幸せに2人で暮らしていきたいなと思います。この子を幸せにするために、今年は1年、頑張ってアイドルとして成功して、日本マテチャを、武道館、満員の武道館で頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さん、ご応援していただけたら嬉しいなと思います。ぼちゃんゲッチュー、かわいい。あ、抱っこさせてくれない気みたいです。もぐちゃんがこう遠征してる間とかはちょっとね、お友達にお家に来ていただいてしっかりと面倒見てもらおうと思います。ぜひ皆様にも可愛がっていただけたら嬉しいかなと思います。そして1年後には、モブキャラ伝説から、ポテキャラ伝説に、改名して、ゆくゆくはもうポテちゃんが、YouTube 界でナンバーワンを取れるように頑張りますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。以上、モブキャラ伝説モブピでした。今年もどうぞよろしくお願いします。